結局勉強したらみんなそこに行くわけですよ。ここ言ってるのもそうなんだけど、正解がコモディティ化してますね。正解がコモディティ化すると正解に価値ないよね。希少だからこそ価値があるんだけど、みんなが正解にたどり着いたら価値ないよね。みんながそこにたどり着いていくと何が起こるかって言ったら、残るはスピードとコストだけっていう劣等者しかないよね。それではダメなんですよっていうような感じの話で、なんでそうなるのか、経営の中でね、やっぱりその説明責任って果たしていかなきゃいけないですよね。説明責任を果たそうと思うと、しっかりロジックがなきゃいけなくて、 MBA みたいなロジックはこういう風に分析したらこうなるよねって語れるじゃないですか。実績とか経験に基づいて何かをやってるっていう人ももちろん語れるんだけど、それは過去こうやったら次失敗するでしょ。で、このサイエンスとクラフトは戦えるんだよ。いや、そうは言っても分析してったらそうならない。過去に失敗したのはたまたま失敗したんだって、本来は成功するはずのやり方が悪くて失敗したのかもしれないし、でも実地主義のクラフトはそこに対して過去失敗したって感じだし、分析屋のサイエンスはいや分析したことないって言ってた。でもそこにさ、いやでもこうしたら綺麗だからさ、こうしたら気持ちいいじゃんとか美しいじゃんって言っても、これ戦えないです、この人説明責任果たせないから。で、そうなると日本だとこっちが主流になってくるよね。説明責任っていい意味もあるんだけど、悪い意味もあって、悪い意味は失敗した時に説明できるんで、だから逃げれる。だってあれでこういう風に分析してこうやったら誰もはこれ選ぶじゃないですかと。だからこの失敗は誰がやっても失敗しましたみたいな感じで逃げれるっていうのが説明責任の怖さというか、逆にアートみたいなジャッジはそれって逃げれないんだよ。だって綺麗だからやろうって言って失敗したらそれはあんたが悪いでしょみたいな話なんですが、アートっていう部分はさっき言ったようにそのビジュアルシンキングとか絵を見たりとかっていうのに鍛えられる。その世界で言うとなぜ美意識を鍛えるかっていう本は、ものすごくざっくり言うと、まあ、そうやってアートを鍛えていかないとその強いビジョンとかミッションを持ち出せない。で、結局コモディティ化してしまっているクラフトのサイエンスでは利益が出ない。だからそういう発想を鍛えてアート的な発想をしていけば新しいビジネスが生まれてきますみたいな。アートが主導してサイエンスとクラフトが脇を固めるというのがその会社の成功モデルだと。今の時代をアルファベット4文字で言うと VUCA って言うんですよ。 VUCA ボラティリティ、アンサーティニティ、コンプレクシティ、アンビリアス、変動してて不確かで複雑で不明瞭な時代にロジカルに物決めれますかって話で、ロジカルに物決められないものが多い時っていうのは最後はそのひらめきとか発想っていうのが勝負になりますよ。だからまあ今世界をリードするそのグローバルな企業のトップたちっていうのは、昔は MBA に行ってたんだけど今そのアート作りに行ってますよっていう。あとはまあまあ結局最後何が言いたいかっていうと、これから直感と感性の時代ですね。この本の中で僕が一個あそうかなって思ったことがありました。これね、この人はコンサルタントの方なんだけど、まあ、コンサルタントとしてやっぱ経営の現場に入ってた時に経営企画を上げるような報告とか理念に対して経営幹部がこれじゃ情報が足りないとかこれだけでは決められないっていうシチュエーションがあって、でそのコンサルタントとしてはここまで出かかるわけよ。何が出かかってるんだったら、いやだったら十分な情報があったら決められるんですかというのも出かかってるらしいですね。結局決められないんでしょという話なんですよね。だから情報が増えたらあなたたちは決められるんですか、多分決められないんですよ。だってさっきのブーカな時代だから、それロジカルには決められないんだよ、ね、それ決める度胸がないでしょという話になると、趣味でやってるクロスワークとかパズルだったらいつまでも時間かけてやればいいんだけど、今スピードが命の時代でこんなことやったらもうあっという間にビジネスの世界から取り残されてしまうんですよね。いたずらに時間を浪費するから、こんなことやっちゃいけないのねっていう意味では、アートな感覚でジャッジをバンバンしていかなきゃいけないっていうんですね。で、創業者の松下幸之さんが経営の神髄っていう本、それから一日一番っていう本でもうお話されているのは、経営は生きた総合芸術である。なので、まあ、ここで言ってる内容はもう何十年も前に幸之さんも言っていて、僕ら教養だしね、教養の話しましたけども、で教養を磨くことによって実はアート的な感性が磨かれて経営に役立っていく、もしくは日々の授業に皆さんのジャッジに役立っていくっていうことを意味されてるんじゃないかなと思います。ということで今日はこの世界のリードはなぜ美意識を鍛えるのかから創業者の言葉である経営は総合芸術である、皆さん教養を鍛え、美術館に行きましょうというお話です。それではまた次回。
なぜエリートが美意識を鍛えているのか、理論から結論を導くサイエンスと、過去の知見から現状を判断するクラフトだけでは、様々な事象が複雑に絡まり合う現代の問題には対応できない。